2015年3月10日、韓国 SBS 放送は、東日本大震災発生による津波と原子力発電所の事故から4年になる福島を訪れ、現状を報告した。報道は、福島第一原発に近づくと、放射線量の数値が増加し始め、立ち入り制限区域入り口の放射線量は6マイクロシーベルトに達する。年間に換算すると、許容限度1ミリシーベルトの50倍を超える被曝線量となる、などと伝えた。また、最大の懸念として、青少年のがん患者増加を挙げた。通常の甲状腺がん発生率は100万人に1人だというが、3年前に甲状腺がん患者109人が確認され、昨年末に始まった第2次全数調査では、確定1人、疑いのある患者7人が追加された、などとしている。この報道は、たびたび原発の問題が指摘される韓国のネットユーザーの注目を集め、多くの意見が寄せられている。日本産の水産物の輸入は慎重に検討しないといけない。汚染水を海に放出した。まだ日本の水産物は信用できない。日本の人たちも福島産の水産物を避けているんじゃないのか。それをあえて我々韓国人が買って食べる必要はない。日本でもこんな状態なのに、韓国で事故が起こったら本当に大変なことになる。原発閉鎖しか答えがない。原発不正部品交換事件もあったし、韓国で原発事故が起こったら韓国民は絶滅だ。韓国でも女性の甲状腺がんが増えている。近いうちに韓国の原発からキノコ雲が出るかもよ。原発稼働を推進するのはテロ行為。再生可能エネルギーや他の新しいエネルギーを早く見つけないといけない。日本でも韓国でも子供たちに被害が及ぶことのないよう祈る。